家庭裁判所に今行ってみたと思います。すみません。ちょっと手の空いてる方おられます？家の上がりかけののり面を車で踏んづけられて、踏みつぶされて、でそこは自分借家で住んどるんですけど、それをそこの家主の人が見つけられて、誰がここのり面崩したんやって言われて、これやったやつに弁償させろって、でそれで書類をもらいに来たんです。調停が話し合いをしたいってことですか、ね、少額訴訟で弁償させる、で本人にも言うとんです、今は物価がかなり上がって材料費も順天堂とか行くたびに値段が上がってやれんから、一回警察も介入しとって、はい、本人に厳重注意とやってる経緯があって、ほんでお前もあれがつきたくないやろって、弁当がつきたくないんやったら示談にしてやるけん、それで弁償しろって言ってるんですけど、たかだか土踏んだぐらいで勘弁してくれって言うんで、いやお前は勘弁してかもしれんけど、ここの持ち主が意地で抱いとるけ、勘弁なんかできるかい。で申し立てをされたのは、はい、あなたではなくて、その土地の持ち主されるってこと。いや、されるの、俺がそこの家を借りて住んでるんで、はい、名目上は自分がそれを借りておられる、で持ち主の方からそういうふうに言われたんで、俺が動かんと何もできないんで、はい、その旨の書類をお願いします。ただね、これね、車運転してそういうことしてるから車の保険でとかそういうことってできます？そこはちょっとこちらでは分かりかねるところなので。ああ、はいはいはい、うん、いや警察に聞いても裁判所で聞けって言われたんで後で何か入れるもん置こうちゃら、ほんであれ、これにつける添付資料として、うちの家くずけたところのこの写真とかも貼るのかもしれません。こうやってつけていただく方が分かりやすい。それとあと業者さんにどうせ見積もり出すんですけど、はい、その件はどうかします。その金額っていうのは大体おいくらかというか、小額訴訟が10万円未満になるので。あのね、お姉さん、ちょっとよろしい？下のこの本線あるやん。本線がうちの家ちょっと小高いとこあるんやけど、10メーターぐらいや。そこやるのに、何本乗り目直すって言ったっても、乗り目がこんなに高いよね。高くてもこんなもんや。こんなとこ直る60万かからへんけん。うん。せやから小学校長もやる。ほんで業者さんに見積もり出すときには家庭裁判所で少額訴訟の書類に添付するのに使うんでってことで、見積もり書を出してもらうんで、はい、少額訴訟の方が手伝いでしょ、民事だから。少額訴訟は一度だけで審議、はいはい、あのねお姉さん、はい、額がそんな大したことないけ、1回で終わると思います。相手方が上がってみたここで払ってくれればいいんだけど、ここで値段入れとるから、わざが悪いことしといて弁償してくれりゃこっちは丸く収めてやると思っとんねんけど、それでいちゃもたれてきとるありさまなんで、それでこれ訴状起こす、はい、
はいはい。はいはい。これは本人には言ったんですよ。お前、これが元で、お前がさっさと弁償金額さっさと払わん。けな、いつもの火災から、出頭命令来たら、もう その時点でお前弁償つくねんぞって。そこまでみんな説明してるにもかかわらず、弁償してくれへんから。はい。自分が管理してるんですよ。ほんで、その管理の中でのこれやから、その場合は自分の名前と住所をここに書けばいいんですよ。お姉さん、なんか、ここにこういうのがあるね。これ。俺はさっさと弁償してもらいたい方なんで。ただいま帰りました。今ね、いつもの家庭裁判所で書類等もらってきました。少額訴訟をする分の資料をもらってきました。訴訟するにはね、いろいろと手間暇かかってね、結構めんどくさいんですけども、はい。こういう書類等あります。まあね、物価が跳ね上がったっていうか、なんというか、今ね、少額訴訟なんかされる方、もしおられましたら、なんかの材料にしてもらえればいいと思うんですけど、大体ね、100万単位、少額訴訟で100万ぐらい、訴状される場合は、収入印紙が1万円かかります。100万円で1万です。で、かな。10万円以下だったら1000円です。はい。ほんで、郵便切手、貼る郵便切手なんですけど、これも、500円から始まって1円まで合計、8枚の切手が1,2,3,4,5,6,7 8/64枚の切手が総額6160円別途にかかります。で、6160円と あとあれやか、約少額訴訟するのに約7000円費用がかかりますこと、ここの片隅入れといてね。のほほはね、売られた喧嘩買います。言い逃れしてね、ごちゃごちゃ抜かすやつはね、ケツの毛まで引っこ抜いてあるけん、ケツの毛まで引っこ抜きますよ私は。はい、普通に金銭の支払いを求める訴えとかね。ほんで今回ね、証拠書類一覧表ってここにあります。その中で、今回これに該当するのが損傷部分の写真の撮影、これも定額訴訟の書類に添付するあれになっております。その証拠書類一覧表の中にいろんな事例ね、事例ごとの項目が書いてあるんで、結構めんどくさいですよ、裁判を起こすって言ったら。もう忘れた頃にね、いつもの火災から出頭命令が来た時点でその方弁当つきますからね、弁当。自分今ちょっと省略用語を使いましたけど、弁当というのはこの弁当じゃなくて、弁当イコール前科でございます。はい。スピード違反して検挙本部の方ね、免許センターの方から出頭命令が来た時に、あがな北斎も行くか言ってほった投げとったら、出頭命令じゃなくて警察官出頭命令じゃなくて、今度裁判所から出頭命令が来て、それでもおとなしく払わん場合は逮捕されますからね、皆さん。はい。
そんなこんなで地元へ帰って被疑者にこの書類を、書いてもらいましょうかね。はい。おい、落とし前取らしてあるけど、覚悟しとけ、こら。はい、そんなこんなで、出雲家庭裁判所前から、のほんチャンネル TV がお送りしました。次回の動画でお会いしましょう。レディゴー!